皆さん、こんにちは。ウサンニュースキャスターの内田由紀です。現在、今日は気持ちの良い天気ということで、外に来てみました。桜の木の下のあたりなんですけれども、ご覧のように色づいています。日陰ですと少し風がひんやり感じられますが、日向に行くと本当に心地よくて、お散歩にもお出かけにもバッチリな、そんな陽気となっている幕張です。皆さんのいらっしゃるエリアはいかがでしょうか。もしお出かけした際などには空の様子写真や動画で撮って送ってみてください。いやー、そしてね、今日は実はこんな空ミッションがありますので一緒にやっていければと思っています。落ち葉の色鉛筆を作ろうという空ミッションです。実際にどんな色鉛筆かというと、ここにあるような色鉛筆で、こういった綺麗に色づいている葉っぱ、落ち葉を使って色鉛筆作っていくというような、そんな空ミッションになっています。では3枚ですね、これを1本の色鉛筆を作るのに3枚の葉っぱが必要になるということなので、その3枚の葉っぱを実際に見つけていきたいと思います。では行ってみましょう。はい、結構ね落ちてるんですよ。ご覧あのように、あ、綺麗じゃないですか。黄色のいいですね。3枚といっても適当に3枚というよりは、いろいろ1枚目は濃い色で、2枚目が、薄めの色、3枚目はこう色がこう均等になっているものがいいというポイントがありました。そんなトピックスもありましたので、それに倣って葉っぱを集めていきたいと思います。とりあえず1枚目これですね。で、2枚目どれがいいですかね。色が濃いめのこれ、結構黄色が綺麗。一緒一緒かな。何枚か集めていきましょうか。あ、これいいんじゃないですか。うん、綺麗ですね。もう少し赤っぽいのもあってもいいかも。いや、すごい綺麗ですよ。なんかこれを拾って集めてるだけでも、なんか秋を感じますね。うん。あとは、ちょっと破けてますね。虫に食べられてるところがあるから。食べられてないのがいいかな。あ、これ、大きさが少し違うんですけど、これも綺麗ですね。いっぱい集めちゃいましょうか。これもいいかもしれない。ね、サイズ感がバラバラだから何本か作ることができるかもしれないですよ。黄色は割と大きめかな。あ、ちょっと柄が柄が入ってますね、これは。うんうん、結構いい感じの葉っぱたくさんあります。何本作れる一本作るのに三枚必要だということなので、1、2、3、お、三本ぐらいは、今の時点でもできそうです。あとは、そうですね。あ、このあたりすごい綺麗ですよ。あ、いいかも。いいですね。大きさも似てますし。うん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 。あ、すごいいい、すごいいい。あ、材料集めはそこまで困りませんね。あとは、どれだけうまく作ることができるかどうかということになりそうなので、頑張って後で作ってみたいと思います。はい。ということで、落ち葉拾いをしてみました。現在、空ミッションを実施しておりますので、ぜひですね。はい。こちら。参加してみてください。ちなみに皆さん、空ミッションの参加方法はご存知でしょうか。アプリを開いていただきまして、右下の空の写真ボタンを押してください。そうしますと、右上に鳥か卵のマークが、はい、出てきます。落ち葉の葉、色鉛筆、空ミッション、ここですね。ステップも、作り方もここに掲載されておりますので、こちら参考にしてみてください。
ポイント7ポイント結構大きいですよね。7ポイント。締め切りが5日土曜日までということですので、ぜひ参加してみていただければと思います。ちょっと動くとね、過ごしやすいですけれども、暑い？暑さも感じられます。ただカラッとしてるので本当に気持ちがいいです。ぜひ皆さんも外にお出かけしてみてはいかがでしょうか。お休みの方も多いと思いますので、こちらの空ミッションも参加してみてください。ということで、外中継を行っていきました。青空の下、最高です。もう今日ずっと外から番組してもいいですかね。というくらいの気候になっております。少し歩いてもみましょうか。許可がおりましたのでしばらく外にいてもいいという。でも結構日差しが強いので日焼けは気になるかもしれないですね。こっちのこっちも結構いい落ち葉がいい落ち葉がありますよたくさん落ち葉拾ってますけど、あ、この辺り良さそう。うん、このあたりもいいんじゃないですか。まあ、次のキャスターたちも作るかもしれないので、みんなの分を回収していきたいと思います。まだこう、そこまで染まっていない木もあれば、すごく黄色やオレンジが目立ってきているような木もあって、個性がありますね、木にも。キャスターも個性がありますけれども、かなり強い。キャスターだけではないですね。予報士さんも、そしてスタッフさんも、個性強めでウェザーニュースをお送りしております。うん。そうですね。結構ほんとさっきのあの二つの木が、色づきが早かったかなと。あ、そしてここに虫が今、虫がおります。映るかな？映らないか？あ、いなくなった。なるほどね。今どうやって映ってるのか見たんですけれども、なるほどね。あ、このあたりもね、また違う木の種類かなといった感じで、でも難しいかも。色鉛筆にするには。え、水流れてました前から。知らなかった。なんかお散歩してると新たな発見があっていいですね。へー。あ、もういい。もう最高ですよ。このあたり座ってね、ランチするのもいいですよね。ありますか？外でランチしたことない。なかなかね。あ、しかもここ通れるようになってるんですね。ほら。あ、いいですね。素敵じゃないですか。え、このあたり気温何度だろう？あ、また虫がいた。カラスにびっくりしちゃいました。気温は幕張 21.8 度、湿度 69%、気温 21.8 度、爽やかちょうどいい、その通りですね。風が吹いたらまあ気持ちいいかなくらいで。あ、このあたりもまた綺麗ですね。桜かな？桜でしょうか。うん。あ、かわいい。なんか、いつも皆さんのコメントを、ね、見ることができるんですけど、今日、私が一方的に一人で話してるので、ちょっと寂しいです。やっぱり皆さんのコメントってありがたいですね、非常に。いっぱい拾えましたよ。どうでしょうか。これくらいで。あ、チャットにはコメントたくさん来てると。見たい見たかったなぁ。もっと、あれがいいとか、こうしてとかあったかもしれないですし。とにかく、みんなが困らないくらいの葉っぱをたくさん集めて帰りますので、これで大丈夫かな。いっぱい色鉛筆作ることができるかな。虫食いも可愛いですけどね。ほら。ねえ。ただ、色鉛筆作るのには適してないかもしれないから。
はい、こんな感じで、あ、向こうの方赤色もあったりしますね。この木は割と黄色っぽい、全体的に。え、これすごくいいですね。いいですね、青空に映える、はい、都会のオアシスね。はい、見ました今都会のオアシスでございますで、こっちに行くと割と赤っぽい紅葉を楽しむことができますね。あ、これ色濃いけどな、穴がちょっと開いてるな、難しい。赤ゾーンでいっぱい拾いたかったんですけど、これは？ちょっとな。水の音と鳥の音がいい。楽しそうやな。楽しいですよ。なかなかね、スタジオでこれだけ弾けてお送りすることは難しいので、何してほしいとか伺っとけばよかったかもしれないですね。はい、気持ちいいです。風が最高です。はい、ということで、紙食べてる。外中継を行っていきました。たくさん集めましたので、ソラミッションの落ち葉色鉛筆やってみたいと思います。ぜひ皆さんもご参加ください。ここまで外中継を行っていきました。それでは、スタジオにお返しします。山口さん、お願いします。